訃報です。大相撲の第56代横綱、二代目若乃花こと、本郷、下山勝則さんが亡くなりました。69歳でした。青森県大鰐町出身の下山さんは、1968年に初土俵を踏み、78年の夏場所の後、横綱昇進と同時にしこ名を若三杉、若三杉、から若乃花、に改めました。現役時代は4回の幕内優勝を果たし、1983年の引退後は、間垣、親方として後進の育成に当たりました。ネットの声、大鰐町出身の若三杉と浪岡町出身の高志の里は、初代若乃花の双子山親方にスカウトされて一緒に青森から夜行列車で上京してそのまま部屋入りしたエピソードが忘れられない。高志の里は2011年に亡くなってしまい、そして二代目若乃花も亡くなってしまい何か寂しい感じがする。確か高志の里、個人、さんと同じ列車で上京したんですよね。この時期は、北海道に次いで、青森県出身の力士が多い時代でした。ご冥福をお祈りいたします。